こんにちは。手で芸をするコミーです。手芸の合間にポケモン GO。 はい、あまり溜めてしまうとね、面白くない。まあどっちにしろ面白くはないけど、今日は絶対にアップしたかったんです。はい、それはこれです。撮れなかったやつ、まあポケモン GO をやりにっていうこともないけど、タイミングあったらいいなと思って出かけたところ、ちょうどタイミングの良い黒卵が割れてくれました。はい、駅からちょっと、まあ駅前ではないけど、ここは何度かやっているところで人も多く集まるのは知っていたので、平日だけど大丈夫だろうと思って行ったら、はい、たくさんいました。で、これ、この人強いんですかね。この人じゃなくてポケモンだけど、なんでしょう。私、避けないんですけど、上手に避けれなくて、なんか一発食らったら、かなりダメージがあるんですけど、それって、自分のポケモンが、そういう特性だからなんでしょうかね。その耐性がないというか、そういうことなのかしら。なんかわかんないけど、なんかすごい勢いでダメになっていくっていうか、またみたいな、何これ、この人強いのみたいな。そんな感じがあって、うん、まあでもね、人数は多かったし、レベルの高い方が多かったんですよ。うん、だからそこは不安ではなかったんだけど、なんか私のポケモンがどんどん倒されていくみたいな。そんな感じでした。はい。で、そうですね、予習はしませんでした、やっぱり。だからまあ慌てずやってみようみたいな心構えで挑戦です。あまり動揺しないように、焦ったりもしないように、落ち着いてやりました。はい。でね、ちょっと狙いを定めてという形で、はい、なかなかいいスローだったんじゃないかと、ここで自画自賛しますけれども、なかなか良かったなーなんて思って、はい、出てくんでしょって待ってたら、なんと一発で入るっていうね。なんかみたいな。誰か共有してみたいな、そんな感じでした。はい、良かった。そして卵も割れて、はい、ちょっと歩いたということですね。はい、久しぶりにポケ活したなという感じです。ということで、おしまい。お疲れ様でした。